はい、山田店長です。イエーイオープニングはい、ということで、今日もどうでもいい話やっていきたいと思います。ということで、まあまあ、だらっと聞いとってください。今日ちょっと見つけたのが、3大ゲームの歴史を書いたゲーム。3大ゲームの歴史を書いたゲームね。まあ、このスレ主が書いてらっしゃるのは、スーパーマリオブラザーズ、マリオ64、GTA3 ということで、まあ、それはもう、さっきもちょっと聞いたんですけど、みんなにね、まあまあ、いろんな意見があると思います。で、これはもう多分何を言っても人それぞれなんで、まあ投票とかして、こうね、順番取ればいいかもしれんけど、まあとりあえずみんな好きなように、バイオ4とかさ、シェンムーでしょ、64なら時岡、オカリナね、やっぱね、カナリアじゃないね、オカリアね。時のオカリナすごかったよね。エヴァなんちゃらかんだら、まあポケモン、あ、マインクラフトね。ってことで、これ入らねえよとかさ、ストリートファイターとかさ、ET がなかった。これおもろい。これおもろい。これ面白い。ET がなかったらアメリカが取ってた未来が、これわかります？当たりショックっていうのがあったわけですね。僕も持ってるんですけど、当たり2600でしたっけ？ 2400 やったっけ？ 2800 やったっけ？E.T. ってゲームが出るんですよ、あたりから。で、あまりにもクソゲーすぎて、もうこのくだりは、また次回話そう。これで、結局、あたりショックが起こって、何百万本とかが、どっかの砂漠に埋められたっていうね、映画があるぐらい、超クソゲーが出て、もうみんなゲームから離れて、あたりショックがあった後にファミコンが出て、アメリカで大人気になって、日本でも大人気になったっていう流れがあるんですね。だからその当たりショックにならないように、任天堂かなりね、研究したっていう話もあるし。これはおもろい。これはおもろい。もうマジ、その通りかもしれん。あと、テトリス、そうね。テトリス、そうね。あ、グランツーリスモですね。グランツーリスモ。俺はあんまり好きじゃないっちゃんな。グランツーリスモ。俺はね。あと、あこれ分かってらっしゃるな、ディアブロ。ディアブロも、俺的に俺のゲームの歴史を変えとるもんな。ディアブロめちゃくちゃ遊んだです。PC 版ですけどね。ゲーム以外、1個ね、やったことないな。なるほど。ときめきメモリアルな。すごかったな。PC エンジンな。バイオ4ってチラチラ出ますね。俺遊んでないんちゃんな。マジか。あ、さっきもね、友達が言ってたインベーダーですね。確かに。FPS はゴールデンアイ。あ、これ子供たちがめっちゃ遊んだな、64な。ってことで、もうみんなそれぞれ、あーっていう、なるほどっていうのがあんな。まあ、俺個人的には一応3つ出します。ちょっとひねり出します。俺の中で、俺のゲーム、まあ、歴史はちょっとともかく、ちょっとゲーム全部遊んだわけじゃないからちょっと言えないけど、まず一つ目が、もう間違いなく入れたいのが、辛いけど、インベーダーか今、パックまで悩んでるんですね、俺。やっぱインベーダーかな。もうインベーダーやっぱ入れざるを得ない。で、パックマン外しの、もう次はね、ファミコン時代に出したいですね、一つね。出すとするなら、うわ、マリオブラザーズかな、なんやろ。うわ、もう、わからんけど、ディスクシステムのやっぱり、ゼルダ。と、3本目が、やっぱ最近持ってくるなら、うわー、なんやろ。あと1本。歴史を変えた。個人的にはあと1本はそうね、もうめっちゃ遊んだんで、PUBG。めちゃくちゃやん。インベーダー、ゼルダ、ディスクシステム PUBG ってことで。めちゃくちゃな、3大ゲームの歴史を変えたゲームでしたってことで終わります。おもんね。